そしたら昨日送った外人の返信が返ってきてるのかな、ちょっと見てみようかな。すごい、この長文返ってきてるけど、すごいなんか桐生とかパッキーみたいな感じで返ってきてるし、あれなんかアカウント停止してない、これ一時停止みたいな、えどういうこと。でちょっとこれマジで困るな、せっかく結構回数稼いでたのに、ちょっとどうなってるんだろうこれマジで。えこれ完全にウルフに騙されてる感じだな。ちょっとあいつに聞いてみないと、まずいなマジで。ちょっとどこにいるんだウルフ、ウルフ、おーい、あれウルフ、ウルフ、ウルフ、いないな。ウルフ、ウルフ、どこにいるの。ウルフ、ウルフ、あれ、あ、なんかあった。なんだこれ。ちょっと見てみよう。エンザートレーナーへウルハッパライ頑張っちゃう。エンザートレーナー、私ウルフッパロー昨日とんでもないことをやらかしてしまいまして、本日より異世界へ行かざるを得なくなりました。誠に急ではございますが、家を留守にしますので私のことを探さないでくださいね。それでは。え、あいつさらわれたの？異世界ってどうやっていいんだろう、どうやって行けばいいんだろうな、ちょっとわかんねえな。でもウルフいないとできねえしな、異世界どうやってどう行けばいいんだろう、わかんねえなこれ。どうしよう、マジ困るな。あれどうしましたよ。なんかウルフが異世界にさらわれて、さらわれてらしいんだよね。異世界に持ってこれない。それはですね、いやいや、笑い事じゃないから。おわっ、怒られた。なんか怒られた。笑い事じゃない、笑い事じゃない。え、どういうことですか。でウルフがいないと、うん、まあ、英語訳もできないし、うん、YouTube の動画が編集できないから、うん、それがクフってやるのもあるから、おい、クフはそういうのできないからね。でしょ、うん、だから、ウルフがどうしても取り戻さなきゃいけないんだ、うん、だから、なんとかして異世界に行きたい、うん、俺は、うん、そう思ってる。異世界に行こう、うん、まあ、なかなか難しいですけどね。クフはね、あれなんですよ、ドクタードクトとかなっちゃうんですよね。ドクタードク、ドクドクドクタードク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 です、うん、はい、あのね、バックトゥーザフューチャーって知ってます？あの博士なんですけど、はい、デロリアンって知ってます？タイムマシン、タイムマシン、あれの作り方をね、実は共同研究したのがこのクフでもあるんですよ。そうですか、ね、実はこういう時もあろうかと、こういうこともあろうかと、異世界にね、タイムワープできるマシンをね、ちょっと改造して作ってたのね、クフが。まさかこの日が来ると思いませんでしたね。異世界に行けると。異世界に行けますよ、なぜか。なぜか。なんでならばクフはね、そういう研究好きだから。そのね、異世界に行く改造をされてるのが、ビコビコビンビンビーン、このチャリンコ。名付けてクフリアンでございます。近いですね、これでね。デロリアン、あ、そうですよ、ね、共同研究です。ドクタードクからも、名前の使用を唯一許されてるんで訴えられないですか、大丈夫です。これでね、異世界に行けるんですよ。これ、ここだけですか。これ、ここだけですけど、まあ、なかなか大変だけどね。88マイル出さないとね。だいたい140キロぐらい、ちょっと光出すから。で、あとね、まあ、そこはちょっと改造工夫はしてあるんだけど、 1.21 ジゴワット出ないと、ね、電力が発電されるため。これはね、ちょっと
バックトゥーザーフューチャー用なんだよね。これフューチャーされる。フューチャーされる。それもね。まあ、とりあえず焦げばいい。そう、躊躇しないでね。あの光るまで焦げてます。やります？ウルフ救出のために。そうですね。やらないと、まあ、異世界に唯一行くのは、今もこの方法ぐらいしかないんで。異世界はね、多分ね、まあ、いい世界かもしれないし、ね、あの、異世界人間。怖いです。異世界、いい世界。まあ、見せかけかもしれない。本当に怖いですか？だ140キロぐらいだよ、その88マイル。88マイル、ちょっと待って、なんかなんでかね、もうクフリアはね、カメラに映ってないと証拠がないよね、見せないといけないっていう、新ルールなんだよ。写真判定があるから、写真判定でいけるかいけないか決まる。あの画期的なシステムなんでね。バックトゥーザフューチャーの時はなかったシステム。それをね、クフがちょっといただいて作っちゃったから、それを付き合ってもらうしかない。あとね、あれなんだよね。あともうちょっとね、必要なものがあるんですよ。なんかエルノトレーラーがピッコンコンピーみたいなやつあるよね、 iPad のあれでスタートしないと異世界行けないからあれ聞いてる。あ、それすいません、それね、それ言うの忘れたんで、工夫がそれ今工夫なりのね、忘れ物なんで。さっきですか、ピッコンコンピー。あ、ダメなんですよ、あれはね、工夫が iPad でまたそれもあの改造しておいたから。ああ、あれですね。あの、そう、あの iPad の、 あのピココピーセットしてもらっていいから。なるほど。なるほど。そういうことですね。なるほど。さっきそれを言ってたんですね。あ、そうそうそう。なるほど。あ、いいですよ、言っちゃうの。で、ピココピーンって言って、あの、2秒以内に漕ぎ始めないといけないからね、自分でやって。2秒 ?10 秒で準備でいいですか？ピンコンコピンって鳴ればそれ OK なんだけど、鳴ったらすぐ2秒後に漕ぎ始めないとやり直しになるから。あ、いいね、いいね、うん、いいよ、うん、あ、今ね、今20マイルぐらい。あ、30マイル。あ、40マイル。あ、来たよ来たよ、これエルザマ。もっと。あー、惜しい。ストップ。今ね、64マイル。今64マイル。はい。ちょっと、あの、位置整えて、今回、あの、初めのところから、やって、あ、これ、また来るの？はい。今64だ。さあ、やっぱり来いで。エルザ、ウルフか、ウルフがどんどん遠く行っちゃうからね。あ、来た来た。あ、64くれたよ。ど、7、8、9。あー、Nザワー。今すごい良かったんだよ。ちょっと譲りますよ。うん、今73まで行ったからね。あの調子で行ってれば異世界行ったよ。テイクはそれほど自分やったら違う。今自分へのために考えてる人ないから。そうですね、ウルフのこと考えない。そうですね。え、行きますこれ、行きます。ふぅ、あの、カチュマルクソ時間出してる豪華の。ふぅ、お、ふぅ、来た来たよ、来たよ、だんだん来たよ。あ、60入ったよ、60入った。もうちょっともうちょっともうちょっと、ふぅ、ああ、待って、ウルフのこと考えてる。あ、78来た。9、80、ああ、わーって言って、わー、最後わーって言えば多分ね、行けたのかな、最後。今ね、最後わーって言って、ガーってこげば、あの、行ったんだよね。80とこまで出たからね。
行きます？行きますよ。まだね、今ね、猶予があったから。最後、わーって、わーって、わーって言って、もう最後、最後の追い込みかけて、もうちょっと空も凝ってるから。もう強くなったから。見て、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 最後、わー光ってた、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 いける、いける、あー。あれ？あれ？これ、異世界じゃないですか？あれ、え、のところ、これ異世界ですか？あ、異世界って似てるんですよ。そうなんですか。あ、これ、異世界行きました。これ異世界行きました。ちょっとあの、カメラの向かいで皆さんに一言、いつも異世界行けましたみたいな。いつもしゃがんでもらって、皆さんみたいな、異世界行きましたみたいな。来ました。はい。で、あとは、異世界に行った時の僕の腹筋はこんな感じで。今日、異世界に行った時の、はい、僕の今の腹筋はこんな感じで。です。はい。ちょっと。まあこんな感じでね、あのちょっとクックとエルザトルがね、今異世界に来てフルフル話に来るからね。はい。スペインでの。はい。変わるように今後期待です。はい、じゃあ行きましょう。はい。ウルフが置いていった手紙は2通あり、そのうちの1通を N 座は知らぬまま異世界へ飛び立ってしまったのであった。果たして N 座はアベリンピック開催までに有力な仲間を集めることができるのだろうか。